います。全部素人ということで、検索ワードをもし入れてまたネットで調べるといかがわしい、いかがわしい動画が出てくるかもしれませんが、まあそこに私が出ているかどうかは、まあ、よく見てくださればわかると思います。20年ぐらい前にね、ちょっと稼ぎ出せていただいたような気がします。いや一応ね、去年ね、ここで出させていただきました。新年会で初めてアバンティっていうところがありまして、そこのロックセッションで一応ね、合わせて去年の新年会でもう一回やりたいねと、やりたいねということでやらせていただきましたら、もう一回したいということで出てまいりました。で、去年メンバー紹介をしなかったから俺は不服だと。そうだよ、ブンブンっていうことだよ。だって誰も俺のこと知らないから。そうだよね、この人誰か知ってる人はまあいるけど、普通にいるけどな。知ってるよ。ということで、そう、最後にとっとくね、この人ね、この方は先ほどじゅんちゃんズでもベース弾かれてた、普段はねヒデレンです。リンカーという浜田麻里のコピーバンドを問い合わせされてます。ヒデレンです、お願いします。はい、そして先ほど話題のスーパー浜崎という、私浜崎あゆみとスーパーフライもやらせていただきます。その時にも叩いていただき、彼もヒデレンと一緒にリンカという浜田麻里の方ね、浜崎の浜田麻里のコピーバンドされてるマーさんです。よろしくお願いします。で、豊橋でこの方岡崎、さっき言ったかな。で、僕も岡崎、僕も岡崎。岡崎って知ってる？あれだよ、出世大名家康くんの元ネタのとこだよ。そうそうそう、まあまあそういうことよ。今日は浜松取り返しに行ったよ、家康よ。もうかなり酔っ払ってるんで、適当なこと言って足らといてやってください。ごめんなさい、キングキングケンちゃんです。かかってます。はい、私はまあ知らない方、じゃあいないよ、じゃあ私を知ってる人、あんまりないです。知らないかもしれないけど、どっちかな、やっぱり。はい、ということで、ゆりやつです。よろしくお願いします。いつからおっさんになったかっていうのは、まあ、また考えておくんですが、おっさんなったのか。そうです、プリントがちょっとね、配りますのでね、あとで、涼介先生、大丈夫ですか、今日の取材は。はい、まあ、そのネタは置いといて、いきます。あと、うちのバンドと、もう一つ、ラストですよね、ラスミなんで、おとなしくしてたらつまんないので、でも、まあ、たくさん飲んで帰っていただきたいと思います。じゃあ、その曲いきます。オールショート、あ、オールショートです。バイバイベビーバイバイ、そこそんしまい。
寒いですね。寒い。